暗黒星雲、星雲と呼ばれてはいるが、それは決して正確ではない。そこにただ暗い光の存在しない空間が広がっているだけだった。暗黒の空間は人類の想像をはるかに超えたものであり、誰もその内側を伺い知ることはできなかった。正直に答えてください。エルナーの声怖い。ちゃんと私の指示した通りの座標を入力しましたか？え、そんなのもういいじゃないの。ちゃんとついたんだし。ちゃんとついたって言ったって、もう少しで衝突してバラバラだったんですよ。わーい、わーい。ティアン星域の巨大惑星バルムードは木星タイプの太陽になり損ねたガス惑星である。この珍しくもないガス惑星は人類にとっての主要なエネルギー源であるヘリウム3を豊富に含んでいたため、早くから開発が進められた。現在は多数の浮遊都市による国家連合体が形成されている。雲の影に隠れてたくさんの都市があるんだ。面白い。まるで雲の海に点在する島のようですね。解放の書ってどこにあるのかな。見ると実物の方が足太いね。失礼ね。ポリポリ。
もしかして、もしかしたらアイドルの神楽坂ゆなさんですか？俺ファンなんです。よかったら、いやー助かりますよ。ポスターなくなっちゃったからどうしようかと思ってたんですよ。よろしくお願いします。こんなに？サンキュー。助かるな俺。店長に褒められるかもしれないしさ。もし時給が上がったら俺もユナちゃんの CD1 枚ぐらい買うからさ。こういう人っているんですよね、どこの世界にも。疲れちゃった、どっかで休もう。なんだい、ジョーちゃん食べるのか？食べたいけど、お金持ってきてないんです。お、そうかい。おじさん、おいしそうね。当たり気でいい。おいしそうなホットドッグね。しょうがねえな。ほら、おごりでいい。はい、ありがとう。どうでい、うめえか？おいしい。そうけそうけ、うめえかい。最近はこういう屋台物をな、下品だとか言いやがって見向きもしねえ女が増えてるっていうのに、大したもんだ、嬢ちゃんは。こんなに美味しいのにね。この前もよ、なんだかあんこ食うお嬢様とかいうやつがな、下品とかふざけたこと言いやがってよ。おじさん、ごちそうさま。うん、また来なよ。ユナ、聞きましたか？え？マスタードが？すんときたけど美味しかったよ。その聞くじゃなくて、話の聞くですよ。ほら、あんこ食うお嬢様といえば、と、言えば、あんこ食うお嬢様でしょう。あ、そっか。行ってみましょう。Thank you.
丈夫ですか？泣かないでください。ね。だって、ひどいのよ。私の預かっていた図書館を、宇宙で一番大きな空中図書館を、変な女に取られちゃったのよ。そいつ、暗黒お嬢様とか言って、私を追い出したんだから。きっと、あの本を悪いことに使うつもりなんだわ。そんなの、本がかわいそうよ。それって、その本がきっと解放の書ですよ。お姉さん、大丈夫よ。きっと図書館は取り返せるよ。ユナ、空中図書館へ行きましょう。来る。宇宙っていうぐらいだから、シャトルで行くんじゃないの？まだ動いてないよ。どうする？どうやら私の出番のようね。じゃあ、私とジーナはクルーザーで待ってるわね。どうするの？大丈夫よ。これからユナを快適な空の旅にご招待するわ。ユナ、わーい、すごいすごい。